今日は腹筋の運動をします。お腹と付け根と太ももの前側の筋肉と内ももの筋肉、この4点を使った運動をしたいと思います。頑張ってください。前より初心者の方、真ん中中級者の方、一番後方が上級者の方向けの運動になります。まず両手を体の後ろに、指先はお尻の方向に向けて、お腹を丸くしてお腰への負担が少ないように準備してください。両足息を吸いながら引き寄せて、息を吐きながら遠くに伸ばす。両足付け根を大きく外に向ける。元に戻す。そのまま元に引き寄せて戻します。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、はい、息を吐いて外に広げて閉じて引き寄せた。はい、もう一度息を吐いて外に向けて閉じて引き寄せて、あと1回遠くに吐いて外に向けて戻して、一度お休みをします。リラックスをして、はい、もう一度運動を行います。ワン、ツー、お腹意識してください。シックス、セブン、エイツ、付け根、内もも、外もも意識してください。セブン、エイスリー、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、ラストです。目線は足の向こう側を向くように、首に負担をかけません。はい、お疲れ様でした。まだできそうな方はもう1セット繰り返してもいいと思います。頑張ってください。